今回の講義のタイトルは「辺境生物学入門辺境生物学って何?」と思った人も多いでしょうね。辺境とは簡単にに言えば生物が住みにくい場所例えば深海や地底火山や極地などのことでそうしたところに住む生物の研究を通して生命はどのように誕生したのかその謎に迫ろうという学問です。原始の地球は 生物が住みやすい星ではありませんでした今の辺境の様子に似ておりだからそうした場所を調べれば生命の起源に迫れるかもしれないというわけです講師は広島大学生物生産学部の長沼武先生テレビにもよく出演されているのでご存知の方も多いかもしれませんね長沼先生は1961年生まれ 筑波大学大学院を修了後、海洋科学技術センターを経て、94年広島大学助教授に、2002年より准教授を務めておられます。辺境には本当変わった生物がたくさんいます。例えば、ものを食べない動物、酸素ではなく二酸化炭素でエネルギーを作り出す細菌。第四章では宇宙にまで話が及びます。 ぜひ最後までご覧ください第一章のタイトルは変境生物学って何か変境生物学については今お話しした通りで 詳しくは長沼先生の解説をお聞きくださいここで重要なのは私たちは何をもとに生命を維持しているかということです私たちはご飯やパンを食べますその元は植物です肉も元となる動物は植物を食べていますそして植物は光エネルギーを受けて育ちますつまり大元は太陽の光なんですねでも。 これと全く関係ないシステムで生きる生物がいる地球上には私たちの想像のつかない生物がたくさん住んでいるんですね皆さんこんにちは広島大学生物生産学部の長沼武史と申しますえ今日はこれから変境生物学入門というちょっと変わったタイトルの講義をしたいと思いますサブタイトルは地球の端から探る 宇宙生命の可能性ですどうぞ皆さん楽しんでみてくださいまず変境生物学あまり聞き慣れない言葉だと思いますけれどもこの変境生物学について簡単に説明したいと思いますまず変境という言葉ですね変境とは私たち人間がなかなか生きにくい場所そして生活しづらい場所を言います 例えば砂漠や深海、極地、これは南極や北極などですねあるいは火山、そういった住みにくい場所のことを辺境と言いますけれどもそういった辺境地域にも実は生き物が密かに住んでいますそういうところに密かに住んでいる生き物そういった生命活動を研究することによって生命の謎 そのものに迫って迫ってみようというのが辺境生物学の目的ですこれをすることによって私たちの地球に誕生した生命ですねその生命の誕生した頃の環境に近いところが分かってくるんです辺境っていうのは実は原始の地球にも似た部分があるんですねしたがって辺境を調べることによって 過去の地球原始の地球のことが分かってくるかもしれないそれはとりも直さず生命の誕生の頃つまり生命の起源を解き明かすヒントが見つかる,つか,るかもしれないという期待を持って私たちは変境生物学というものを行っていますさあ今日の講義の内容について簡単にご説明しますまず第一章では変境生物学って何 ということでえさらにもう少し詳しく辺境生物学の内容をご紹介しましょう第2章では実際に辺境で出会った生物のことをご説明しますが特に一番わかりやすい例として謎の深海生物と言われているものこれをご紹介しましょうそれを引き継いで第3章ではさらに他の辺境で見られた不思議な生命たちをご紹介する 変境のタタフな生命たちというタイトルで、えー、第3章をやりますそして最後に究極の辺境ここれは宇宙ののとですね究極の変境について、えー、宇宙について、えー、ちょっとご紹介して宇宙に生命はいるんだろうかいないんだろうかもしいるとしたらどういう場所に生命を探したらいいんだろうかということをお話ししようと思ってます。ではまず第1章に入っていこうと思います。 まず辺境生物学を行っている僕。僕長沼武について自己紹介をさせてください。え僕の誕生日は昭和三十六年。千九百六十一年四月十二日です。この日は実は人類が初めて宇宙に飛んだ日なんですね。日本ではこの日を指して世界宇宙飛行の日と。 呼んでいますこの時はロシアのユーリー・ガガーリンという人が飛んだわけです。ボストーク1号というロケットに乗ってこの人が初めて宇宙に飛びました。ロシアでは英雄とされていますでこの時ユーリー・ガガーリンは言った言葉「地球は青かった」これは名言として今でも残ってますね。そして このちょうど20年後1981年4月の12日僕の20歳20歳の誕生日まさにその日にアメリカのススペースシャトルの1号機がが打ち上がりました。この初のスペースシャトルの名前はコロンビアって言うんですね。この「コロンビア」っていう名前ですけどもアメリカの人たちにとってどういうふうな響きを持っているか。それは、 日本人の我々にとって例えば「大和」という言葉それが持つ響きそれが持つロマンティックな意味合いそういったものがコロンビアに込められています。したがってこれは初のスペースシャトル「大和」が飛んだんだというような感じで皆さんには考えてもらってもいいかもしれませんね。このここのののととが僕僕人生に大きな意味をを持ったんですねはは自分のことを自分分 宇宙に行く人間だと思い込んでしまったんですそしてその15年後僕が35歳の時宇宙飛行士の試験がありましたもちろん僕は宇宙飛行士の試験を受けようと思いました、えー、残念ながらというか当然だったと思いますその時に野口総一さんという素晴らしい方が受けてまして彼が、えー、見事選ばれまして宇宙飛行士 として飛んだわけですただ宇宙飛行士として彼が飛ぶのにも、えー、かなり問題がありましたね彼は結局飛んだわけですけどもあと次の回が自分だっていう時にねなんとコロンビア空中爆発を起こししたたんでですよ2003 2年の2月の月1日でしたあのスペースシャトルの初号機「コロンビア」が空中分解して爆発して乗員7名全員死亡です。 野口さんはその時どう思ったんでしょうか。で野口さんは選ばれたか選ばれたから六年七年にわたる厳しい訓練を経ていよいよ、えー、初のフライトに向かいました。えー、初のフライトは二千五年七月二十六日のことでした。そしてさらに野口さんは今二回目のフライトを行ってますね。しかも今度は宇宙ステーションで。 長期滞在中です宇宙ステーション今この宇宙私たちの頭上3百数十キロのところを野口さんが滞在してます。そして僕は今こここで皆さんお話をしてますこういうことが私僕の人生をちょっと物語ってると思いましたんでご紹介しました。